こんにちは、4Lです。レース好きにはたまらない施設をご紹介します。それとね、動画の最後にとってもお得な情報をご紹介しますので、最後まで見てください。あ、でもこれさっきよりピストンの使うから、この中わざわざこのエンジン低速でもこの間抜いてここにかかってます。F1 に比べてちょっと厚みがありますね、やっぱり違うんですね。トヨタさんがこうしてくれって設計は全部トヨタさん、うん、トヨタとヤマハというこれも完全にヤマハのエンジンなので、はい、あのただヤマハさんとケンマスさんが実はこういろいろノウハウを設計してます。日本のレースエンジン原点たるとすぐに松浦さんのところとか吉村さんとかそういう時代にたどり着くというから学んでノウハウを。こんにちは、4Lです。今日はアイコードの社長に富士スピードウェイに連れてきていただきました。富士スピードウェイにはオリドマダムさんの走行会だとかエコカーカップに出場するために何度かお邪魔させていただいたことがあります。ただ今回はサーキット走行ではなくて、そのお隣にあるこのホテル、富士スピードウェイホテルの中にある施設に用があってきました。富士スピードウェイサーキットの西ゲートの横にある道を入っていくと、そこに富士スピードウェイホテルがあります。富士スピードウェイホテルはハイアットのアンバウンドコレクションの日本初上陸したホテルです。簡単に言うとめちゃくちゃおしゃれなホテルで、お部屋やラウンジのカフェからサーキットが一望できちゃいます。ランロップコーナーから最終コーナーまで丸見えなので、これほどの観戦ポイントは他には思いつきません。そのホテルの中に130年前から活躍していた超貴重な世界のレーシングカーたちを後ろから前から360度ぐるりと見回せて、車好きのオフ会の会場にぴったりな激アツスポットがあります。今回の撮影をコーディネートしてくれたのがアイコード鶴田社長です。ほんといつまでも若い。こちら今日はトヨタの富士のミュージアムにお邪魔させていただいたんですけども、はい、どんな施設なのかっていうのをご紹介していただければ、はい、じゃあ私の方からご紹介させていただきます。はい、皆さんこんにち は、こんにちは。富士モータースポーツミュージアムで、副館長やっております長谷川と申します。まずこのミュージアム概要ですね。オープンしたのは2022年の10月7日ということで、今ちょうど3年目に入りました。このミュージアムのですねコンセプトはですね、モータースポーツがもっといい車作りにどんな影響を与えてきたのかということをですね、まあ、130年の過去現在未来古今東西15の展示コーナーと5つのオリジナルのビデオをご紹介しています。そして車両はですね大体40台、今日は40台以上入ってますけど展示しております。ここのミュージアムの特徴はですね、実はトヨタ1社だけではとてもできなかったんですね。何のために皆さんモータースポーツをされるのかというのを各メーカーさんにお聞きしたら、それはいい車を作るためだと、そういうところだったら分かり合えるということでですね、そのコンセプトを維持する限りはここのミュージアムにご協力しますということで、実はお借りしている車半分ぐらい国内外のメーカーさん、あるいはミュージアムさんからお借りをしています。したがって毎年少しずつ入れ替わっていくというですね、時々来ていただけると見たこともない車が来ているよとかですね、そういうふうなことをやっております。で企画展も時々やってますんで SNS 等に上げてますから、チェックしていただけると大変嬉しいです。トヨタ自動車さんが運営する博物館は愛知県の長久手市にもあると思うんですけども、そことここはどう違うんですか？はい、端的に申すと愛知のトヨタ博物館は市販車ですね、ガソリン自動車を中心とした市販車の歴史、古今東西どういうふうに変化してきたかっていうのをご紹介していて、こちらはモータースポーツの観点からいい車ってどうやって作られていくんだろうっていうちょっと見方が違うところと、各メーカーさんの協力で成り立っているっていうのがこのミュージアム。せっかく撮影しているので貴重な車をご紹介していただけますでしょうか？はい、あんまりでも真面目にやるときっとですね、はい、もういいやになってしまうと思いますんで、はい、本当にかいつまんでやらさせていただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、冒頭で申し上げました展示のコーナー15あるというふうに申し上げましたが、はい、一番最初のコーナーで、はい、モータースポーツの始まりという特にヨーロッパにおけるモータースポーツの始まりをご紹介するコーナーです。よくわかる自動車レースの始まり、時は18世紀ヨーロッパでの話。
当時人々の移動の手段は馬車でした。18世紀の間に主要な道の多くの区間が有料化され、収入は道路の修理や拡張に充てられていました。そのおかげで道路のコンディションが良くなり、馬車の移動スピードが向上してきました。18世紀中頃に馬車のスピードが8キロ程度と言われていたが、18世紀末には10キロを超え、道路条件や天候に恵まれれば20キロ程度で移動したという。一方、1769年にフランスでニコラ・ジョセフ・キュニョーにより蒸気で走る自動車が発明された。自動車の歴史はここから始まった。キュニョーの蒸気自動車はフランス陸軍の要請で大砲を運搬するために開発され、5トンの大砲を乗せて平均速度 3.5 キロで走行したそうである。その後、ジェームズ・ワットが新方式の蒸気機関を開発するなどして技術が向上し、徐々に馬車の牙城を崩していった。また一方、1777年には電池が、1823年にはモーターが発明され、1873年にイギリスで電気式4輪トラックが実用化された。1899年にジャメコンタント号が 105.9 キロを達成。人類史上初めて時速100キロに到達したのは電気自動車である。ようやくガソリンエンジンの出番である。1876年にドイツのニコラウス・オットーがフォーストロークエンジンを発明。1885年、ゴットリープ・ダイムラーはフォーストロークエンジンを木製の二輪車に乗せ、翌年の1886年には四輪車を開発。同じく1885年、カール・ベンツがフォーストロークエンジンを三輪車に乗せたベンツパテントモトールバーゲンを製作。翌1886年に特許を取得した。その後、ダイムラーのガソリンエンジンの製造ライセンスを持っていたフランスのパナール・エルバソール社は、世界で初めて車体の最先端に置かれたエンジンの後方にクラッチとトランスミッションを縦一列に配し、デフ機構を介して後輪を駆動させる FR 方式を考案し、1891年にこの方式を採用した車両、パナール・ルバソールを市販した。この車の機構はシステムパナールと呼ばれており、現在の自動車技術の基礎となっている。馬車の牙城を崩そうとするこれら3方式の自動車、蒸気自動車、電気自動車、ガソリン自動車、この頃はまだガソリン自動車の優位が確定していたわけではなく、一番優れているのはどの方式の自動車なのか、その優秀性を競う催しとして、1894年に世界初のモータースポーツイベントであるパリル・ワントライアルが開催された。ガソリン車14台と蒸気車6台で 126km 先のゴールに、一番早く着いたのはドディオン・ブートンの蒸気自動車だった。だが、釜焚き要員を乗せる必要のないガソリン車の簡便さが評価されて総合順位が入れ替わった。パナール・エルバソールは3番目に到達したが、パナール・エルバソールとプジョーが1位とされた。翌1895年、フランス・パリとボルドーを往復するコースで22台の自動車が今度はスピードを競った。15台がガソリン自動車で、蒸気自動車が6台、電気自動車が1台だった。完走した車9台のうち8台がガソリン車であり、ガソリン車の優位性が示されたレースでもあった。そんな車がここにある。当時はすでに白熱電球は発明されていたが、振動に弱かったり、車に搭載できるような小型の発電機がなかったこともあり、車のヘッドライトとしてランプが使用されていた。これ排気ガスのとこが見えるじゃん、これ。ああ、そうなんだ。この点火系なんですね。焼き玉エンジンって分かります？分かんない。そうですね。自然発火する。ここに開けるとですね、実はこれ中にこう、見るよね。ここに仏壇みたいな、はいはい。で、これをさらにこう開けるとですね、ここに点火装置が見えるんですよ。にょ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 って。分かります？これあのカセットコンロじゃないですけど、あの、はい、ガスのここが火がバーッてこれチン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 に温めてその熱で点火源にするっていう。あ、そうなんですか。スパークじゃなくて。そうです、スパークじゃなくて、はい、だからろうそくの芯みたいなやつ、はい、火の火種を作ってるね。そうなんですよ。じゃあガソリン圧縮してバンバン爆発する隣に違う熱源で熱を燃やしてるんですか。そうです。すごいじゃない。仏壇のろうそくみたいなもんね。そうですね。本当ですね。はい。本当ですね。多分この辺にいろいろ、まあ、給油装置がいろいろあって、僕もこの辺全く分かんないですけど。これ実動するのこいつ。実動するらしいですよ。します。で、わざわざこの状態にして、これで、トヨタ博物館にあるときは、時々エンジンかけてたって、ね。クラッチついたんだよね、一応。はい、今と同じなんですよ。手前からアクセル。この車には今と同様に、ABC ペダルがあります。これはブレーキ。ハンドブレーキとフットブレーキが連動しています。これで踏み込めば多分前進と後進かな。でこれがミッション、こちらはシーケンシャルトランスミッション1、2、3、4。ブレーキは見ました。パーキングブレーキ見ました。これ見てない。どれがパーキングブレーキ。パーキングブレーキ見しちゃいましょうか、はい、お願いします。パーキングブレーキガッツこれえパ
パーキングブレーキ。パーキングブレーキ。これ、つっかえば。昔はドラタン。パーキングブレーキ。後ろには止まりますけど、前には進む。いいとこ気づきました。そうなんですよ。船の容量が、船の。これ、パーキングブレーキ。本当ですか。僕が一番感動したのはこれでした。俺も感動した。パーキングブレーキです。あとはまあブレーキが自転車みたいな、ああ、こうさっき言ったソリッドのゴムに抵抗で、はい、でもここにも何かついてるよね、バンドが。これなんだ、これそのワイヤーで引っ張ってるやつ何、あ、ブレーキですかね。これはこっちがパーキングで、うん、これパーキング、これブレーキじゃないですか。これもブレーキだね。これギューってなんか絞るようなブレーキなので、うん、あれでまたあるんか。あ、今の真ん中のやつ、なんかおこれだ、うん、これブレーキじゃない、ブレーキだね。これもブレーキで、これもブレーキってことでしょ。あ、これもうパーキングですからね、止まってる時に。これ何、あ、走行中のブレーキ。これもブレーキ。このこれが走行ブレーキ。これは何、あ、こっちもブレーキ。あ、ダブルブレーキか。本当かよ。そうかも。止まること、そんなに止まらんかったから。ハンドブレーキと、これが本当のパーキングブレーキか。じゃあ分からんけど、ちょっと引っ張ってもらって。これが本当のパーキングブレーキ。そうだね、パーキングというのか。それも普通の、そうですね、これパーキング、完全なちゃんとしたブレーキですね。あ、ほら、これパーキングブレーキです。これはなんだこれ、アシストパーキングブレーキ坂道の逆坂道、逆坂道そうそう、本当かよそれ。そうです、だってこれパーキングブレーキです。でもラジエーターがここにあって、これ後ろにもで、後ろにもあるんですけどね、後ろに前後で分割冷却というか、はい、でウォーターポンプ、もっとすごい、まあ、それが一番今に通じる、ちょっと小宮さん、何ですか、はい、センターロック、センターロック、ああ、そうなんですか。これ実はちょっと、ま、さっき話したベントレーのオーナーズクラブジャパンでこれダーンって半年ぐらい前に来て、その時に一人が、あの、いや俺これと同じの持ってんだよっていう人がいて、持ってる、え、で画像を見せてくれて、はい、で同じ実際実装してるやつをパタパタパタって走るの見せたら、その人は俺のとはちょっと違うなとかって、俺の何か違うんですかって言ったら、これは競技用だと、まさにうちはモータースポーツミュージアムなんで、何が違うかって、これがあのすごい真ん中のハブが、はい、太くて長いじゃないですか、はい、これ強化版らしいんですよでその人持ってるのは細くてもっと短い、はい、要はあの普通に市販車というか普通に一般のと、これはもっと太くて長いので、はい、あの競技用の、競技用というか強化版のハブがついている。まあ、このセンター、しかもこのセンターロックっていうんですかね。だからもうこれがあのなんだろう、まあ、なんとなくこうモータースポーツライスというか同じ型でも太いタイプ、うん、レーシングタイプってなんか、はい、勝手に僕は言ってますけどこれも木なんですね。もっと太い、フレームはこれは木じゃないですかね。ウッド、はい、馬車だ、はい、馬車とソリッドゴム、はい、っていうのをなんかそのオーナーさんがおっしゃってたので、バイクのチェーンドライブ、あ、はいはい、これの最新版は、はい、ホンダの S500、S500 チェーンドライブだったの、はい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 、そうだよ、S500 だ。でもこれ2つある意味って何かあるんですか。何が、チェーン右も左もあるじゃないですか。まあ、それはやっぱり駆動しっかりさせようとしたんじゃない。多分片方ね、回んないからきっとバランス悪くて、ほら折れちゃって、あと片側しか回んないね、両側ロッキングデフですからデフないから、デフがないですからね、ソリッドカートだ、うん、カート、すごいですよね。これ多分ドリフトで走るんだよ、こうなって。ああ、そうですよね、そうですよ、ふざけんじゃねえ、言われた。そう、そのオーナーさんも実はその来た時にこれ見て喜んでて、で、はい、開けろ開けろって、僕ら中にいた時に、はい、なんかすごいなんか外国人の熱心な人がエンジンを見せろって言ってるんで、どうしますかって開けないでしょって思いつつ、オーナーさんがここに来て、ただ一番気になるのはさっきの焼き玉のところで、うん、結構今動かそうとするとみんな点火プラグ方式変えてるこの車が多いんですよ。それをやっぱオリジナルで、うん、それをちゃんとこの状態のままやってることに感動した。それで感動して帰っていったと。やっぱこれやっぱ何台か世界中に残っていて、はい、皆さんやっぱクラシックイベントが行くと指導性を考えると点火プラグになっちゃってるのが多いらしいです。ここまでしてやるとやっぱメンテナンスとか維持がすごい大変らしいので、ちょっと気がつくと思うけど右ハンドルだもんな。あ、そうですよね、
フランス車なんですよね。フランスなのに、あ、そうですよ、うん、右ハンドルなんだ。そうです、あれもそうだ、うん、フランス、あれも右ハンドル、うん、アメリカだよ。トヨタセブンは右ハンドル。最初はレーシングカーってないんですよ。市販車がそのまんま競争して、ドライバーもプロの人最初いないんです。好きな人がそのまんま走って、そういう時代です。お金持ちの方が名誉とかかけてとか、そうです、あ、おっしゃる通りです。ですから後年グランプリ、フォーミュラー1の前身でグランプリっていうのが始まるんですけど、名誉をかけてってことでナショナルカラー使います。色で区分けして応援してほしいわけです。ただ一瞬目の前通り過ぎたりとかするわけじゃないですか。ですから色で識別して応援してほしい、それがヨーロッパスタイルです。そういうのが始まったんです、その識別用ですね。そうするとじゃあアメリカはっていうのに、それはまたアメリカのコーナーでお話しさせてください。そうするとヨーロッパとアメリカのモータースポーツって始まりがだいぶ違うなって見えてくると思います。こちらの車ですね、館内の入り口に、実はここホテルと一緒になってまして、はい、3階がホテルの入り口になります、はい、こちら1階2階がミュージアムになるんですけれども、来てくださったお客様に何だろうこれって思わせるための仕掛けとして、わざと車をこういうふうに見せて映えを狙ったスポットでもあります、はい、でこの車なんですけれども、トヨタセブンのターボということで、ご安心ください、実車ではありません。パーツは実車の予備のパーツとかそういうのを使ってるんですけど、さすがに車体をですねこうするっていうのは貴重な車でできませんし、はい、構造上難しいところがあったんで、うん、フレームとかは新しく作ってます、カウルも新しく作っているという、そういう車です。ただ当時と寸分変わらず、はい、寸分変わらずですね、一緒に並べると、はい、急になんか実車と並べると2台増えたっていうのは あるかもしれません。時々お客様からも貴重な車をなんてことしてくれたんだってお叱りをいただくんですけれども、はい、ご安心くださいということでご説明をしております。ちなみに原車って残っ て, ってはい、原車残ってます、はい、日本に1台、あとオランダに1台、はい、ございます。で日本にある1台は愛知のトヨタ博物館、 あれはエンジンがかかる、作るとターボも見えます。これ何馬力でした当時、いわゆる800だっていうんです。なんか嘘800とかいろいろ言われてます。要はダイナモメーター振り切ってしまってて測れないんですね、測れなかったっていうこと で,、はい、で何回も言われるのが嫌になってきて、もう800でいいや、いろいろ諸説ありますけども、あ、はい、インタークーラーも何もない。これタイヤも当時のものを復元されてる。これは当時のも の,、まあ、当時 の, ものそれ動かさないので、ね、ずっと倉庫にあったのを1セット、はいはい、5リッターでしたっけ、はい、5リッター、V8 5リッターだったと思います。最終型という形です、はいはい、これがあれですね、日産さんと、そうですね、日本グランプリ最後出れなかったですけどね、でも出れなかったですけど、ね、デモンストレーションだけやって終わっちゃった車になりますね。私は実装を見てます。あ、あ、70年細谷さんがね、おなりになって、ね、広島の野呂さんというところでね、走ったんですよ、高校生の時だった。広島で走ったんですか。野呂さんスピードバック、デモラン、デモラン、おーヒャーンヒャーンって感動しました。今でも覚えてる。これオレンジはそのまさに細谷さんの色なんですよね。色でとりあえず青、赤、オレンジってやって、はいはい、でオレンジが細谷さんの色で、うん、このトヨタってこの色ですね。で、あと横にこう三角でラインが入ってるんですけども、 あと赤いのがもう亡くなられた河合さんの色で、で青が久喜留さんか、はい、3つドライバーで、今うち残ってるのは青NA、はい、その青いのは NA で、その青いのもあります、はい、今ここ、今これトヨタ博物館です。それは NA ですね。でターボが赤いの、オレンジか、うん、オレンジの本物、本物というか、はい、細谷さんの乗ったオレンジのがトヨタ博物館にあります。なので青いのと2台あります、はい、トヨタ博物館に2台あります。で赤いのがオランダにあるのか、富山さんの少し、あ、そうですね、はい、すみません。モータースポーツミュージアムの小宮山と言います、はい、鶴田さんとはですね、はい、何年ぐらいだ、2003年かな、ドイツで初めてこうニュールで、それこそ鶴田さんがニュールの24時間にこう応援に来て、僕もニュールの応援に来て、まあ同じ共通のポルシェクラブの方が24時間で出ていて、まあそれぞれお互いに応援行った場所で知り合って、そこからの芸をさせていただいておりますので、まあ仕事でもちょっとレースのことやりつつ、プライベートもいろいろ鶴さんにお世話になっていて、ちょっと自分がいろいろとここが開館する前からいろいろと手伝いしてたんですけども、僕はもともと東富士でトヨタのレース組み付けるところにいたんですけれども、はい、F1 トヨタが F1 始めた頃って、はい、エンジンとにかく金曜日土曜日日曜日
ってエンジン毎日乗せ替えるんですよね、レース。そうすると金曜日用のエンジン、土曜日用のエンジン、日曜日のエンジンで車が2台あってスペアエンジンとかいると、とにかくもうしょっちゅうエンジン組め組め組めっていう体制だったんです。でなのでそこにちょっと自分たちも東富士で F1 のエンジン開発するって時に、まあ、そこに一緒に入ってエンジンを習ってきたり組み付けしたり、あと応援、その組み付け応援ということで3年出向して現場で一緒にエンジンを組んでいた時代ですね。まあ、その後、まあ、後半になって今度トヨタで、トヨタの人間だけでも F1 走らせたいねなんて話も一時あって、ちょっと車両のこと、僕エンジン畑ずっと長かったもんですから車両も学ぶということで、あの F1 のテストチームにちょっと後半入って一緒にこうテスト、あのサーキット行って組み替えやったりとか、そういうこともちょっと1年か2年やらせていただいてます。まあ、その頃に鶴田さんと知り合った感じですね。僕はもう仕事の範囲でのことしかわからないじゃないですか。でも鶴田さんってもう全てのことをね、もうエンジンから車種からあの中からコンピューターから全部やるじゃないですか。だから僕やっぱもうその実践本当にいろんなことをやられてる経験値はもう全然鶴田さんのやっぱ僕らはもうサラリーマンの一部のこの限られた範囲のそこのところだけをやってるので、持ってる情報量っていうのは全然鶴田さんの方が多いので、だからそういうところで鶴田さんにいろいろ助けていただいて、これこそ再生ですけど、実際このぐらいのフレームのものが見ただもうパイプこんななんかもう30杯、そうですね、30杯ぐらいのフレームできてるんで、それはね、あの危ないですよ。これも語ったらキリがないね。これもね、これ玉川スピードウェイってあったのご存知ですか？東京の世田谷の玉川、はいはい、にレース場があったんですよ、昔。そうなんですか？こういう、はい、でそこにレース場ができる中で、その、はい、そこで走って優勝した車、はい、そのものです、これが。これ日本車じゃなくて、イギリスですね、インビクタという会社。でこれが写真はこの多摩川のレースの写真、これなんですけど、この24っていうあの白いのあれがこの車そのもの。でその、ね、歴史をまた伝えたらもう大変なこと、まだ昔お金持ちのお屋敷に運転した時の、あの車がこういうよくあるじゃない、そういうのをあの日本にあのオーナーさんがいて、で今度多摩川スピードウェイでレースやるぞってやった時に、じゃあレース出るぞって言ってこの車を当時の柳瀬自動車、柳瀬がディーラーでこの車をボディを切った貼ったしてこの形にしたんですね。これです。これがこれです。これがこれになったんですよ。だからレース玉川で勝つぞと。はいはいはい。で実際にレースに出て、そのレースの写真がちょっとここにいざ出てきて、はい。でこんな状態でレースしたんですね。で。その時レース1日何レースかこうやって何とか賞何とか賞ってやって、最終的に総合優勝したのがこのインビクタってこの車そのもので、これが表彰式の写真で、それ戦前なので、戦争があって何年もした後にこの状態で発見されたんですね、東京の錦糸町かどっかその辺の近くで。でこれを発見したのがあのカーグラフィックの創設した小林翔太郎。はい、よくわかりましたね、グラフィックの。え、わかる。マジですか。ブガッティ乗って。そうです。翔太郎さんが、はい、見つけて、で友達とこれインビクターだ。玉川の車じゃないかって言って、はい、こんな腐らせなんとか復元したいって買ったけど、実際何もできなかった。でそこになんかアメリカの当時米軍の基地の技術屋さんみたいな方がいて、はい、直すの手伝ってやるって感じで一緒に始めて、でいずれその方アメリカに帰っちゃったんで、その時これをアメリカに持って帰って、はい、アメリカに持って帰って引き続きこう復元をして、はいはい、復元した形がこれ。あで今これお、それはもうここも僕の そうなんです。実はそのこういう車置きたいなって、まあ置きたいというか、本当はそこの3番、そこ何もなかった、この4台がガラガラの時に、はいはい、じゃあ何を伝えたかっていうと、あそこに3番って昔メルセデスベンツから借りてたこういう形のレーシングカーが置いてあったんですよ。でそこがこうガランガランで、車を返しちゃった後に、はい、敷地だけ残って、エリアだけ空白になって寂しかった状態の時に、僕の知り合いの、まあ、田町工業の米内さんっていう方がいて、はい、まあ、玉川走った車があるよって紹介していただいて、はい、それがちょっと田町工業太田号って今あって、それを飾っ
貸していただけるって話があったんですけど、いや、ウォーターフォードはちょっとここはモータースポーツのミュージアムなんで、もうちょっとあのレースに使い物がだったらいいですねって言ったら、じゃあ多摩川の実際多摩川つながりで、はい、その多摩川スピードウェイ の, あのさっきのパンフレットのオーナ ー, ー、はい、歴史保存会みたいなのがあって、その方を紹介していただいて、はい、でその方が小林翔太郎さんの息子さん、そうなんですか。でその翔太郎さんの息子さんが、まあ、今その引き継ぎ多摩川のことやって、はい、その方の紹介で、はい、今実際にこれを持っている方がいるよということで、はい、紹介していただいて、はい、今じゃあ話をして飾らせていただくので、はい、今来年の1月までの予定 で, で、ね、期間限定飾って、これがなんとナンバー付きなんですよ。そうなんですか。アメリカから戻ってきて、はい、でまたドイツのコレクターのところに行って、で、はい、ドイツのヨーロッパのヒストリックイベントにずっと走ってて、はい、また日本に戻ってきて、今日本に戻ってきたから、そうなんですか、行ったり来たりしてるんですね。でこれはそうです。なので結局今乗ろうと思うとヒストリックイベントとかの、はい、デミリアとか、はい、ああいうのは一般道で行うじゃないですか、はいはい、で車検がないと、うん、あそうかそうか、はい、で車検がちゃんと取られていて、コーンちゃん今車検ちょうど ETC とかついてるんですよ。それ今もうだから現役ですよこれは、はい、これインビクターっていう、はい、これどこの 国の車、はい、イギリスか、イギリスですね。もともと今はもうなくなっちゃいましたけどね、もともとはそのイギリスの高級車メーカーですね。だから亡くなったインビクターがドイツのコレクターの方が一回日本からまた買い取って、うん、でまたそれを日本に買い戻してきたっていう、その個人のオーナーの方が、なんか飛行機みたいですね、はい、イベントで、はい、アルミですよねこれ。そうアルミかな、アルミ、そうですね、アルミですよ、ね、こんなのアルミに決まってる、はい、飛行機だよね、もうまるで、はい、すごいよこれ。今作ろうと思ったこれはちょっともともとやっぱすごいもっとびこう綺麗なんですけど、あえて塗装でこういう表面コーティングじゃないですけど、はい、こういう表面コートして今こう艶がないような状態で、あそうなんですね、実際こう拭いたらもあの、はい、ペッカって感じの、うん、そうですね、アルミのすぐ腐食しちゃいますもんね、はい、うん、なんであのこういう形になっても、まあ、いい雰囲気でインビクターという車。あそこの位置にあるんですか、エンジン。そうです、エンジン、これ 4.5 リッターですね、4と2分の1っていうぐらいなんで、インビクター 4.5 リッター。当時の道、今でも危ないかもしれないです、すいませんでした、はい、こんなの、まあ、そういう時代の、うん、これは素晴らしいですね、車。初めて知りました。インビクター、これはもう今しか見れないです、はい。っていうのを、はい、これは素晴らしいです、はい、もう一つ裏側にこう名前が書いてある、初代オーナーさんの渡辺仁吉、なんか一番最初にこの車の、いやそうですね、はいはい、日本に持ってきて、そうですね、最初に、はい、うん、うん、そうなんですよね、はい、いかがですか。この動画を見ていただいた方にマルヒのお得情報をお知らせします。このホテルのこのラウンジタダで入れます。だからね、富士スピードウェイのサーキットでいろんなイベントがありますよね。例えばオフ会だとか、あとね、そんなに大きなレースじゃない、ちっちゃな草レースだとかね、そういうのの見学でも今までは入場料1200円かかってたんですが、このラウンジからタダで見えちゃいます。ただし大きなレースの時だけはチャージがかかるそうです。でもね、チャージ払おうがね、あのここで食事取ろうが、ここからの見晴らし最高ですよね。ダンロップコーナーから最終コーナーまで全部見えちゃう。こんな見晴らしのいいとこね、ないですよ。めちゃくちゃいいポイント、絶景ポイント見つけました。はい、こちらのお出かけパスなんですけども、はい、こちらのチケットをあの富士スピードウェイで見せていただきますと、あの1枚につき1台無料でご入場が可能でございます。他にもアウトレットでしたり近隣の施設でもご利用いただけるパスでございます、はい、お得な特典を受け取りいただけるので、ぜひ
ご利用いただければと思います。ここまで来るのはお金いるんですか、はい、このミュージアムに来るまでには。あ、ミュージアムまで、はい、これをいただきに来るまでには。あ、特にお金はかかりませんので。あ、いらないですか、はい、さっきと普通に行くと1000円でしたね、一人。1200円。あ、1200円。あ、はいはい、こちらをお持ちでご入場いただければ、はい、無料で。あ、そうなんですか、すごくお得ですね。そうです。ミュージアムに来てからスピードウェイに行きましょう。あ、そうですね。スピードウェイに行ってからここに行くのお得ですよね、ショー。本当に、はい、わかりました。お願いします。まずはミュージアムに来てからスピードウェイ。ありがとうございます。はい、1200円。じゃあ、いただいていいですか、すみません。いただきます。ありがとうございます。いただきました。